とれたてみほファーム通信。はい、どうもこんにちは、北のとれたてみほファームです。1週間ぶりに畑にやってきたのですが、暑さと雨でほんとね、いろんなものがわさわさになってますね。あと風すごかったから、あのネットがねこれ取ろうかな、どうしようかな、まあ、とりあえず張り直そうかな。もう草もすごいし、なんか変わった鳥の鳴き声がしてますね。わ、やばい、ズッキーニが巨大化しちゃった。先週来た時はな、微妙だったから取らなかったんだけど、わー、やばいやばい、これはやばい、これはやばいですね。はい、もうね、さっさと取ります。わー、すごいことなったな、これやっちゃったな。うん、まあるあるですね。はい、あー、なんかインカがちょっと葉っぱが枯れてきてるけど、収穫には早いよな。なんだろう、インカって病気に弱いんだよね。うん、ちょっととりあえずこれは後に、最後にしましょう。では作業をしていきたいと思います。作業が終わりました。今日はね、このトウモロコシの苗を植えたのと、あと松かかどうかわかんないけど、青しその苗と、これがケール、あとそこに、スティックセニョールを植えました。これなんかラベンダーの花の匂いがさ、なんか鹿が苦手って聞いたから、ちょっとねこの撒いてみた。今日なんか珍しく風が全然なくて蒸し暑いです、ね、これだけでも結構花の匂いすごいしますね。あとはズッキーニ取ったのと、あとここにもらった空心菜の種と、あと金ごまの種を撒いてみました。そしてメロン、花が咲いちゃったんだけど全然つる伸びてないっていうね。もう葉っぱ結構出てきたからちゃんとついてはいそうなんだけど、どうなんでしょうか。そしてインゲン、ネットを立てました。ちょっとね、風の問題がね、果たしてこれで大丈夫なのかっていう、よそはもうほんとなんか何本も支柱を使ってがっちり組んでるんで、ちょっと不安なんですけど、まあとりあえず立ててみました。意外とね、枯れそうだった子たちもみんな盛り返して花芽もついてきてます。で、追加で撒いた種もね、芽が出てきてますね。そして先週ですね、お江戸ファームから仲間が来てくれまして、そこでもらったさつまいもの苗、早速もらって先週植えたんですが、しっかりもついてますね。なんならなんか新しい葉っぱ出てきてる感じがします。で、なんかもうめっちゃ作ってきてくれて、苗を10何本、でもうち一家族で十何本分のさつまいもは絶対食べきれないからどうしようと思って、で、植えきれなかった苗を家のベランダでさ、水つけといたらなんか根っこ出てきて、葉っぱめっちゃ生き生きしてて、すごいいい苗だったんで、近くの区画の人にいりますかって聞いたら、ちょうどホームセンター行ったら売り切れてて今年買えなかったっていう人がいて、すごい喜んでもらってもらいました。よかったですね、ほんと買うやつより絶対いいと思わない。あとはスイカね、
つる伸びてきて花も咲いたんだけど、でとりあえず摘心してみました。でふんわりちょっとこう孫苗みたいな孫つる出てきたんだけど、なんか見たことないこの丸い葉っぱ、あの丸い葉っぱ何あれ、ね、これね、この丸い葉っぱが出てます。謎です。であと来週ですね、ここに落花生を定食とあと追加で種まこうと思って畝を作っておきました。あとね、今までのミホファームの時は広めに畝を立ててやってたんですけど、何分ここすごい砂地なんで、あの高く広く立てたとしても多分風で畝がもうなんかまっすぐになっちゃうと思うんですよ。なので、で落花生ってマルチ張れないし、だからちょっともう考えて、あのもう土寄せをしっかりするっていう作戦に今年は出ようと思います。なんでちょっと畝は小さめで、あの伸びてきたらしっかり土寄せしようと思います。そんな感じですかね。でね、この間ね、その遊びに来てくれて、富良野の方、違う、旭川にある上野ファームっていう素敵なお庭のに見に行ったんだけど、そこでさ、ずっと欲しかったこのナッツシーンなんだっけっていう、このなんかイギリスのブランドのね、園芸用品の朝日もめっちゃ可愛くない？いろんな色があって、全色欲しいぐらいだったんだけど、これ110メートルあって1200円とか、まあなかなかなお値段なんですけど、一つだけこれを買いました。可愛い、買えてよかった。そんな感じです。はい、まあ、ちなみに今そのオエドファームとか、なんかちょっと簡単に説明しますと、私はあの去年までね、あの関東の方でめちゃくちゃ広い空き地を借りて仲間と5人ぐらいでね畑をしてたんですが、まあ、他の動画も上がってるんですけど、まあ、その引っ越しをすることになって、北の方にね私だけ引っ越すことになって、それで、まあ、あの関東の畑は解散になったんですけれど、残った仲間が自宅の近くの市民農園でオエドファームを始めて、もう一人の仲間は自宅おうちファームでそれぞれ畑でいろんなものを育てているっていう感じですね。インスタの方もオエドファーム、おうちファームと北の採れたてミホファーム、3つね、いろんなところの畑の写真を上げているので、もしよかったらインスタも見てみてください。概要欄にあります。ちなみにお隣の畑めっちゃ出てる、トウモロコシめっちゃ出てる、すごくしっかりと実もついている、素晴らしい。はい、ではそんな感じです。今日も山は曇っています。では最後までご視聴いただいてありがとうございました。またねー。